いい歌だって言って歌うといい歌なんですけどね。まああんまりこの自分が思ったほどそんなに、売れなかったみたいです。今ねどのぐらい売れてるとかなんとかってあんまりわからないんですよ。ただねそのさっき言ったほら YouTube の再生回数はねキングの人とか事務所の人とかいえいえって言われるんで、で今何回だろうとかって思ったらやっぱ自分としても増えてるっていうのは嬉しいですよね。ね、その、東京小雪ふるさと吹雪ってねさっきの歌の中で思い出したんですけど前も言ったかもしれないですけどこちらであの鈴木亜希さんでキャンペーンやらせてもらってる時に大雪の時あったんですね。雪でね、来てくださった方ももしかしていらっしゃるかもしれませんけど雪どうしようとかって思いながらいや自分とかはね別にほら終わったらもうその日は帰るだけだったんであれだったですけど皆さんがこう雪で滑ってけがねもしないかなってね、今回言っといたらいいですかじゃあその新曲が出るまでの新曲を歌います。まあ、早い話が前の曲になります。お前一人さという歌です。でまだまだ、まあ、その歌に自分がついていけるように頑張ろうと思ってずっと頑張ろうって思って、まあ、デビュー当時は頑張ろうと思って根性あったんですけど最近はちょっともう根性もなくなってしまってるんで、ね、まあでもねこうして、近いところで皆さんにこう生の歌を聴いていただいて、笑顔で、ね、こっち向いて聴、いてもらえるっていうのはやっぱ幸せを感じますよ。まあ、笑顔じゃなくてもいいですよ、無理してね。あ、そう、もうですから新曲「幸せ2人」これがですね、その前作が好評だったので、あ、じゃあまた幸せ演歌を前作は源先生、源哲也先生にお願いしたんですけどね、源先生じゃなくて違うこう、世界は同じだけどちょっとこう違う風な感じで、岡千秋先生に、はい、頼んだんです。岡先生ね、まあまああんまり言うとまた話長くなるんであれですけど、すごく、私の師匠は徳久浩二という先生です。で徳久浩二、源哲也、岡千秋、そして杉本雅人、この4人の先生すごくやっぱ自分に近しいんですよね。っていうのは自分が、まあ、また脱線しましたよね、まあ、すいませんね、時間大丈夫ですか自分が歌手になるきっかけのカラオケ大会の審査員やってた先生、その先生が未だにですよ、30もうデビューして36、まあ、7年ぐらいになるんで、そのデビュー前の大会ですかね。で今年も10月に38回目、ザスターカラオケ選手権大会っていうのをなぜか九州の佐賀で、そうなんですよ、ね、遠いですよね、まあ、遠いは遠いんですよだからそう本当にね、こうね関東であればもっとこうもっと名前もと思うんですけど、やっぱその、いやいやいいんだって言われて、だからお前を見つけたんだって言われたらもう何も言えなかったですあ、それで、あ、新曲でしたね。そう、まあこの、お前一人さっていう歌も歌えばそほどその、技術を使うような歌じゃなかったなって思うんですけど、それよりももっとこうもう流れで、やっと見つけたぬくもりなのと、このフレーズをもう気持ちよく歌っていただければこの流れでね歌えると思うんですよね。押し引きもちろん押し引きもあるんですけど、で言葉でこう歌詞をこうなんて言うんでしょうかね、やっとやっと見つけたぬくもりなあの音、この母音っ
ていうのをちょっとこうそこかしこにっていうかね、あの母音で歌っていただくと、歌がまとまると思うんですね。私はもうそういうふうに、思って歌ってます。あのなかなかね、ぬくもりなあのぽっていうふうには言うと気持ち悪いかもしれないですけど、それがこう歌ってみると、あのいい味付けっていうかテイストっていうか、そういうふうになりますので、なのと普通に言うとぬくもりなのとなんですけど、なあのと、もう大げさに歌ってみてください。よかったら、これでまた言うと時間があと1時間ぐらいかかりますんで、割愛します。よかったらの、一緒に口ずさんでみてください。まだ出たばっかりなので、知らないよって方も多分一緒に流してこう歌ってもらえると、ああこんな感じだねって思ってもらえると思います。では、お願いします。やっと見つけたぬくもりなあの音、似た者同士の俺たちは同じ痛みを分け合いながら幸せ。ありがとうございました。鈴木楽器チャンネルをご覧の皆さん、西方弘之です。新曲幸せ2人がですね、11月の22日に、新曲として発売いたしまして、たった今こちらで、毎回キャンペーンでこの鈴木楽器さんにお世話になってるんですけど、キャンペーンが済んだところで、今私が喋っております。まあ前作のお前一人さがすごく好評いただいて、YouTube の、再生回数ね、それが、演歌だと割とこう目立つ数字だそうで、95万枚を、あ、5万枚じゃない、95万再生回数になったそうで、まあいろんなね、いろんなジャンルでもっとこう桁違いはあるんですけど、なんか演歌で珍しいそうなんですよ。だから皆さんよかったら、西方弘之の今度新曲もですね、幸せ2人も、ミュージックビデオがありますので、新曲の方もぜひ再生してください。で、再生してもらって歌を覚えて、お歌いたいなって方は、ぜひ鈴木楽器さんで CD を買っていただいて、そして CD にはカラオケももちろんついてますんで、皆さんのカラオケのレパートリーの一つに加えてください。よろしくお願いします。いい歌ですよ、本当にいい歌、歌ってね、心地よくなる歌で、前作に続いての幸せ演歌です。よろしくお願いします。西方弘之でした。